時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう破壊神襲来、新たなる戦いの幕開け。ドキドキが消えた。そうなの。何か良くないことが起きているのかもしれないわ。わかりました。直ちに捜索を開始します。パンちゃん、タイムパトロール出動だ。うん、行ってきます。頼んだわよトランクス。パンちゃん、まさか災いの鳥が解き放たれたのでは。うわー、にしても間抜けな顔した鳥だな。お、ポキおめ、どっから来たんだ。急に現れたよな。17号さんも初めて見る種類なんですね。ほっとけ。それより組手の続きはどうした。でもさ、迷子かもしんねえぞ。なんだ。いた。おお、トランクスじゃねえか。え、トランクス。父さんに悟空さん。ん、あ、ドキドキ。無事だったのね、よかった。なんだこの鳥、トランクスんか。こいつはこの世界のトランクスじゃない。え、前に別の次元の俺たちと会っただろう。そうなんか。俺たちもタイムパトロールなんです。この鳥はトキトキっていう全次元にとってとても大切な存在なのよ。ビロシ様、破壊神。いたぞ、あの鳥では。破壊。ポキュー！破壊を封じた？こんなことありえねえ。ビル様、なんだよいきなり。僕の予言魚によれば、第七宇宙に現れる奇妙な鳥が全宇宙を滅ぼすほどの災いを呼び込むというんだ。あ、トキトキ。そんなはずはありません。トキトキは全次元を救ってきた聖なる存在なんです。面倒だ、地球ごとぶっ壊そうぜ。
おいおい待ってくれよトランクス、時々は任せて。どこへ消えようと無駄だ。破壊し舐めんな。ん？おい、あの鳥木を探れねえぞ。こうなりゃ破壊しに逆らった罪だ、地球人。待て。第七宇宙がやったことだ。僕がけじめをつける。いいだろう、ビルス。ビルス様、やるってんか？俺も戦います。トランクス！ビルス様と戦うのか？地球の危機です。やるしかありません。初めて会った時ぶりだな、ビルス様。修行異形で戦うのが。新しい実験の始まりにふさわしい幕開けだね。あの鳥は君を探しに来たんだね。ドギドギ。ビルス様やっぱめちゃくちゃ強いな。お？あれはもう一人のオラとヒュー。一体何が起きてんだ？次回スーパードラゴンボールヒーローズ、ヒューの計画、恐るべき宇宙樹の脅威。絶対見てくれよな。